4月20日は、グレゴリオ歴で年始から110日目にあたり、年末までは、あと255日ある。フランス革命戦争始まる。画像は11月のバルーの戦いセビリア万博、開幕と営地下鉄12号線が、大江戸線に改称北海道地北、高原鉄道ふるさと銀河線、全線廃止成人リマのローザ誕生、精神病患者を鎖から解き放った精神科医。 フィリップ・ピネル・ナポレオン三世誕生。画像の肖像画家、フランツ・ビンター・ハルターも4月20日生まれ画家、オディロン・ルドン。画像は、バイオレット・ヘマンの肖像27曲の公共曲を、残した、作曲家、ニコライ・ミアスコフスキー・アドルフ・ヒトラー誕生コメディアン、ハロル・ドロイド・ジャズ・ビブラフォンの第一人者、ライオネル・ハンプトン文記学を創始した、動物学者。 ビリー・ヘニッヒ・高温超伝導体発見の先駆けとなった物理学者カール・アレクサンダー・ミュラー・鎌倉幕府第8大試験北条時宗没、ポンティアック州長殺害される物理学者フェルディナント・ブラウン没。ブラウン管を発明国作家内田百の記述木連記金牛宮ありがとうございます